ご視聴ありがとうございました。
さあ、ここで2頭の見分け方について皆様にお知らせします。大きな方が耳の大きさ、大きな耳が特徴の特徴、そして妹の当時の方が個人のみとした耳をしております。そして見るところの見方もご覧のとおり全然違います。では耳をぜひ皆さんご覧いただいて、どっちか、どちらどちらか当てていただこうかなと。今まだミルクを飲んでいる方がお姉さんの多いだと思う方はその場で大きく手を挙げていただきました。はい、ありがとうございます。結構上がりました。Let's go now!